水谷淳は、静岡県岩田市生まれのプロ卓球選手。著作家。明治大学政治経済学部卒業。身長は172センチメートル。体重は63キログラム。靴のサイズ27.0センチメートル。血液型は B 型。既婚。木下グループホールディングス所属。ITTF。世界ランキング最高イコール男子シングルス4位。 混合ダブルス1位。団9位は10段。北京オリンピック、ロンドンオリンピック、リオデジャネイロオリンピック、東京オリンピックの日本代表。卓球競技日本人初のシングルスでのオリンピックメダリスト。卓球競技混合ダブルスの初代オリンピック金メダリスト。全日本選手権シングルス史上初10回優勝。史上初5連覇。史上初13年連続決勝進出。 男子ダブルス自身最多対7回優勝。史上最多対4連覇。史上最多対10回決勝進出。ジャパントップ12最多対決勝進出。ジュニアの部優勝最多対記録。ジュニアの部最年少優勝記録。小さい頃は、サッカーやバスケットボール、バレーボールなど様々なスポーツをしており何をしても万能なタイプだったという。また、 中学2年の時にプロレスを見て以来プロレスラーに憧れていた時期もあるデスマッチの大似た厚紙や大日本プロレスから WWE まで幅広くファンになった。両親が卓球経験者であり兄と妹がいる父が代表を務めると田町卓球スポーツ少年団に第1期生として入って5歳から卓球を始める。当初は 右利きだったが両親が左の有利性を考え、卓球の利き手を左に強制した。岩田市立岩田北小学校1年生時に初出場した全日本卓球選手権大会、バンビの部で準優勝し本格的に卓球の道に進んだ。翌年、バンビの部で優勝するとその後も株、カデットの部と優勝を重ね、中学になると卓球面での環境を考え、 福原愛などを要する青森山、田中学校に転校、青森で両住まいをすることになった。東アジアホープス男子団体では日本初優勝に貢献した。シングルスの結果は不明。中学2年で出場した2004年1月の全日本卓球選手権ジュニアの部で優勝、また一般の部もランク入りし、その天性の柔らかいボールタッチから話題になった。 15歳になり名門青森山田高校に進学した。2005年には15歳10ヶ月という男子史上最年少で世界卓球選手権日本代表に選出された。当時の日本代表はアテネオリンピックなどの惨敗を受け一気に若返りを図り水谷はその中でも最年少であった。当時の水谷は時として世界ランキング上位の選手に勝利を収めることもあった。 また、代表の強化選手となったことで、岸川翔也らと共に、ドイツに留学。ドイツリーグの一部でプレーして、一年の大半を、ドイツで過ごした。しかし、イタリアンの店で、3から4ユーロのピザと、コーラという食生活で、高校一年の時に、右すねを、疲労骨折。半年間も、卓球から離れた。その後、バランスの良い食生活の改善に心がけた。 2005年の第48回世界卓球選手権個人戦では当時世界ランク8位、アテネオリンピック5位であった、承知淵をフルゲームの末破った。当時、靖国神社参拝問題などにより日中関係が悪化し、上海で行われたこの大会で大半の観客が水谷の相手選手である承知淵に声援を送る中での勝利であった。 同じ年に行われたアジア選手権では、当時世界ランク2位、アテネオリンピック銀メダリストである、大輝を破るなど日本の若きエースとなっていた。しかし、2006年初頭には足を疲労骨折するなどのトラブルもあった。2006年度の全日本卓球選手権では、男子シングルス、男子ダブルス、男子ジュニアの部シングルスを制止参観を達成した。男子ジュニアの部シングルスでは、 史上最多の3回優勝の記録を残した。このうち男子シングルスでは3連覇を狙った吉田海を決勝で破り史上最年少の17歳7ヶ月での全日本卓球選手権優勝であった。またこの優勝で2007年クロアチアザグレブでの世界卓球選手権の出場が決定した。2007年 青森山田高校から世界で戦うためのサポート体制がいいと名門卓球部のある明治大学への進学を決め同大学政治経済学部に入学した2007年2008年シーズンはドイツリーグの一部のデュッセルドルフに加入2008年の北京オリンピックの男子団体準決勝では2から3でドイツに敗れ5位入賞シングルスでは世界選手権 シングルス銅メダルのギリシャのクレアンガに敗れベスト32。2009年の第50回世界卓球選手権個人戦では、岸川清成とのダブルスで銅メダルを獲得した。またその後に続いた中国オープン、小木村杯では銅ダブルスで連続優勝している。またこの年から中国の中国スーパーリーグの雪昇銀行に加入。 2008年中国スーパーリーグでは、オリンピック、ワールドカップ、世界選手権で金メダルに輝いた超次家に勝利。2009年、韓国オープンにおいて、準々決勝で主要格、準決勝でオフチャロフ、決勝で各卒といった格上の競豪を次々と撃破し、優勝した。また、同年のアジア選手権団体戦では、 中国との決勝戦で2の位先行で迎えた水谷 VS、虚金戦で最終ゲーム10から7のマッチポイントからデュースに持ち込まれ逆転負けを喫したものの中国の同年代に対し対等に戦った一戦であった。第5回東アジア競技大会では男子ダブルス準決勝で韓国のエースペアとの試合となりフルセットでは戦いに敗れ惜しくも銅メダル。団体戦では 世界ランク1位の中国の王明を破るなどの活躍を見せ、2010年1月の世界ランキングで初めてトップ10入りを果たした。年を経るにつれ、体の細さを補う筋力も徐々につき、本来後ろでプレーすることを好む選手だったが、平成20年度の全日本では、積極的に前に出て回り込む戦法を心がけ、優勝した。4連覇がかかっていた。 平成21年度、全日本卓球選手権大会の男子準決勝でも、長和弘にゲームカウント1から3のポイント7から9まで追い込まれながら、そこから粘りを見せて勝利し、決勝でも、吉田を、ストレートで下し4連覇を果たした。初優勝を果たした、平成18年度から、田崎敏夫、坪口、岸川、長和弘といった選手に、 毎年敗北の際まで追い詰められながらも逆転するという精神的な強さを見せていた。2010年の全日本卓球選手権で男子ダブルスにおいては決勝で松平健太には後期組に敗れて5連覇はならなかったもののシングルスにおいては初戦から圧倒的な力の差を見せつけ優勝し史上初の男子シングルス5連覇を達成した。 またこの年から再び中国の中国スーパーリーグの四川雄著先方技者に加入。この年、ITTF ワールドツアーグランドファイナルで初優勝。2010年中国スーパーリーグでは世界選手権金メダル11個取得の王、ツトムキン選手に勝利。2010ワールドカップシングルスでは準決勝で中国の超ぎ家との対戦となった。 ゲームセット3レートリードしておりあと1本で勝利という場面でサービスのフォルトを取られ1ゲームを落とす。超次かに勢いが戻り4セット連取され逆転負けとなった。3位決定戦ではドイツのティモボルトの対戦となり3、4で敗れ4位の結果となった。フォルクスワーゲンカップ講習では日本人初のシングルス銅メダル獲得となった。フォルクスワーゲンカップブラウンシュバイクでも シングルス銅メダル獲得。2010世界選抜対中国の世界、選抜メンバーに選ばれる。2011年の全日本卓球選手権では、男子シングルスで準決勝まで順当に勝ち上がるものの、決勝で高校3年生の吉村誠バレにフルセットの末、3から4で敗れ6連覇を阻まれた。 先にチャンピオンシップポイント17でリードしていたが、吉村誠バレが4連続ポイントと逆転され2位の結果となった。2011年ワールドカップシングルスでは3位、決定戦で韓国の中世局に敗れ4位の結果となった。2011年世界卓球選手権大会では男子シングルスベスト8の成績を残した。フォルクスワーゲンカップシングルス銅メダル獲得。 2011世界選抜対中国の世界選抜メンバーに選ばれる。2012年に明治大学を卒業後4月1日付でスウェンソンと所属契約を結んだことがこのほど日本卓球協会より発表された。7月4日付世界ランキングで自己最高の5位となりロンドンオリンピックではメダルを期待され自身もメダル目標に掲げて男子シングルスで 第3シードとして挑んだ。初戦の3回戦は突破したものの4回戦で、敗退し、ベスト16。マイナス要素を考えすぎ、不眠症になり無理やり飲酒をし、睡眠を取るなどしたためにプレーに影響が出た。男子団体5位。団体戦全勝。なお話題作りで、襟足の色を金色に変えて挑んだ。二千十二年世界卓球選手権大会では、男子団体で、 AS として活躍。銅メダルに貢献した。全日本選手権では、決勝で後輩に当たる青森山田高校の2は、後期との対戦になり、ゲームカウント3から4で、2は後期の勝利。ファイナルセット9から11と敗れ、2大会連続2位の結果となった。水谷はこの大会コーチなしで挑んだ。2012年10月に、卓球のラケットのラバーに違法行為である。 補助剤を多くの選手が使用している卓球界の現状を問題提起した。国際試合への出場を取りやめ、問題の解決を訴えたという。しかし、問題の解決には時間がかかり、選手としてプレーをしたいという思いも強く、半年後のワールドツアー、クウェートオープンに参戦し、国際試合に復帰する。2013年世界卓球選手権パリ大会で、 ダブルス銅メダル、同年全日本卓球選手権大会では3年ぶり6度目のシングルス優勝を達成した。2013ワールドカップ男子団体戦では銅メダルに貢献した。2013年よりロシアプレミアリーグの暗黒と契約。10月、青森山田時代からの地偶であった、旧剣信を専属のプライベートコーチとして迎え入れる。 2013年11月22日に高校時代に知り合った一般女性と7年の交際を経て結婚25日にディオジャパンとスポンサー契約を結ぶ2014年には第一子となる長女が誕生し年末の ITTF ワールドツアーグランドファイナルで2度目の優勝2013アジア対ヨーロッパのアジア団体メンバーに選ばれる 全勝を果たしアジア勝利に貢献した。2014年世界卓球選手権大会では、男子団体で AS として活躍。銅メダルに貢献した。2014年8月に、ディオジャパンとの契約満了で新たに、ビリコンラボと契約。2014全日本選手権大会優勝。明治大学の後輩にあたる町アスカとの対戦。ゲーム Z4 に1。 2014ワールドカップシングルスでは3位決定戦でドイツのティモボルトの対戦となったゲームセット24で4位の結果となったチュアンチ2014アジア対ヨーロッパのアジア団体メンバーに選ばれた全勝しアジア勝利に貢献した2014に台湾で行われた男子卓球スター招待試合では元世界ランク1位スウェーデンのパーソンとベルギーの 西部を破り決勝進出を果たした。決勝では、2013世界選手権、男子ダブルス金メダルの正縁に4から3で勝利し、優勝した。2015全日本選手権大会優勝。明治大学の後輩にあたる上匠なりとの対戦。ゲーム Z40。2015年世界卓球選手権大会では、男子シングルス2度目のベスト8の成績を残した。 2015ワールドカップシングルスでは3位決定戦で、ドイツのフチャロフとの対戦となり2位4で敗れ4位の結果となった。2015台湾卓球名人戦では、2019全中国で優勝した、公営長選手、世界選手権ダブルス金メダルの陳健康、世界ランクトップ10の常連フレータス選手を破り決勝進出を果たした。決勝では、 ドイツのロンドン五輪シングルス銅メダル、団体銀メダルのオフチャロフに4から2で敗れ2位の結果となった。2014から15年シーズン、所属するロシアプレミアリーグのアンククでは全勝優勝を果たす、またはヨーロッパチャンピオンズリーグでは準々決勝で敗退。2016年世界卓球選手権、大会男子団体では AS として銀メダルに貢献した。 2015から16年シーズン、所属するロシアプレミアリーグのアンクは、オレンブルクのフェーカルガスプロムに敗れ準優勝。2016年1月同じロシアプレミアリーグのオレンブルクのフェーカルガスプロムに移籍。全日本卓球選手権決勝では、超和弘を4から1で退け、3年連続8回目の優勝を決めた。 通算優勝回数は、ソウルオリンピック代表の斉藤清に、並び史上最多体となった。ワールドツアー、クウェートオープン男子シングルス準々決勝では中国、許しとの対戦で、ゲームセット33の14で、水谷淳がリードしていたが、元が8連続ポイントと逆転され敗れた。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、ノングルー時代になって以来使っていた。 テナジー64から、さらに進化を求めるため、テナジー82回挑んだ。男子シングルスにおいて、準決勝で、世界ランク1位の馬竜に2から4で敗れたものの、3位、決定戦では、ブラディミル・サムソノフに4から1で勝利し、オリンピックシングルスで男女通じて、日本人初のメダルを獲得した。また、男子団体においても、水谷はドイツとの準決勝で、 過去1勝15敗のティモボルに3から0で勝利、中国との決勝で過去0勝12敗のもとに3から2で勝利するなどの快進撃を見せ、男子団体に初の銀メダルをもたらし、用具を変えなければ勝てなかったと用具へのこだわりもあらわにした。また世界でラケットドーピングと言われる違法ラバーを使っている選手が多くいる中でのメダル獲得であった。団体戦全勝であった。 リオオリンピックを最後に、旧健診との契約が満了。2017年の全日本卓球選手権決勝では、吉村和弘を4から1で退け、4年連続9回目の優勝を決めた。通算優勝回数9回は単独で、史上最多となった。3月1日より、木下グループ所属となる。2016から17年シーズン所属する、オレンブルクは、 ヨーロッパチャンピオンズリーグで優勝、また、マレーシアでスタートしたプロリーグ、アジア太平洋リーグに参戦。シングルス3位、チーム戦2位の成績を残した。2018年の全日本選手権では、張本智和に2から4で敗れての5年連続10回目の優勝を逃す。2018チームワールドカップ男子団体は、欧州チャンピオンズリーグの予定に合わせる形で、 参加化となった。同年より開始される日本卓球プロリーグ T リーグの木下マイスター東京に加入することが決まった。全日本選手権男子ダブルスでは大島優也とのペアで挑み、史上最多体自身7回優勝の結果を残した。2019年の全日本選手権で大島正樹を4から2で下し、2年ぶり10度目の優勝で最多優勝記録を更新した。 史上最多記録13年連続決勝進出。試合後、今年で最後の全日本選手権にしたい。来年は出場しないと思うと話した。これ以降、水谷は試合の際に広告版の光などで視界が遮られ、ボールが見えなくなることが気になっていたことからサングラスをかけることがしばしばある。T リーグでは、初代王者に輝き、初代 MVP に選ばれた。 2020東京オリンピックでの引退を明言した水谷は2019年は最後の世界卓球個人戦となったが前年の世界卓球で敗れた宿敵韓国のチョン・ヨンシクにフルゲームの死闘の末敗れ自身の目標だと語っていた世界卓球シングルスのメダルを獲得することなくベスト32でこの大舞台を去った出場予定だった二千十九年のワールドカップを 腰の負傷のため出場を見送った。東京オリンピックシングルスは肩の古傷、腰の悪化、目の異常事態、国際大会側の大会ミスなど不運が続き4大会連続シングルス出場を逃した。東京オリンピックでは団体戦混合ダブルスに出場を決定。4大会連続オリンピック出場。2021年の東京オリンピックでは 今大会から採用された混合ダブルスで伊藤美誠と組んで卓球では世界初となる金メダルを獲得した。また男子団体では大韓民国を下して銅メダルを獲得した。そして男子団体銅メダルから一夜明けた8月7日、かねてから治療を続けていた目の疾患が思わしくないことを理由に現役を引退する意思を表明した。左シェイクハンド、 両面裏ラバー、オールラウンド型。水谷は幼い頃から天性のセンスを持っており、柔らかいボールタッチと高い予測能力を生かしたプレースタイルを特徴とする。日本卓球の前原正宏教科本部長は、何十年に一人の天性のボールタッチと語っている。また日本代表監督の倉島洋介は、小学6年で水谷を初めて見て、 ボールタッチがただものではなかったと回想している。柔らかいボールタッチが磨かれたのは、小学校時代の厳しい練習を苦痛に感じていた水谷がよりラリーの引き合いができるロビングに楽しさを見出したためであった。ラリーにおけるボールコースの読みに優れ、ブロックを有効な戦術として用いることができる選手である。日本卓球協会のコーチであるマリオ・アミズイッチ。 によれば、ブロッキングゲームを主体に戦える数少ない逸材であるという。しかし近年は、前人について戦うことも増え、毎年時代の流れとともにプレイスタイルを変えるため、そのことをニューミズタニと呼ばれており、プレイの幅の広さを示している。得意な技術は、サーブ、フォアハンド、ミドルのブロック、ロビング。特にサーブは20種類ものレパートリーを誇っている。 平成17年度全日本卓球選手権にて、松下浩二、北京オリンピック団体戦にて、陳衛星にストレートで敗れていたため、カット打ちが課題とされていた。しかし2009年の韓国オープンにて、塩赤を破るなど、克服の兆しが見えている。自分と同じ左利きの選手を苦手としており、その代表的な選手は、マイケル・メイス、陳、元、ティモ・ボルなどである。 ただし元に関しては、リオオリンピックの団体戦決勝で3から2で、ティモボルに関しては、リオオリンピックの団体戦準決勝で3から0と、大舞台で勝利している。中学1年生の時から試合の時はパンツを着用していない。岩田城山中時代に参加した日本協会の強化合宿で、青森山田中高の選手たちがパンツを履いていないことを知り、水谷も、 その合宿から履かなくなった。水谷はこれを青森山田高校の伝統と説明しているが、同じ高校出身の庭後期は否定している。試合を欠場するほど大きな怪我に関しては、演熟期に達してからは少なくなったが、ツアー、所属チームへの転戦で、スケジュールが過密になっているためにストレスなどで、更新ヘルペスに悩まされている。 2015年の冬には5度目の発症をし2017年2月にも再発している。上記の通りプロレス好きで2017年1月には東京スポーツ正月特別号で大仁田厚史と対談を行った。また趣味は筋トレ。ドミトリオフチャロフは親友でありながらクライバル関係で国際大会では何度も対戦している。またスマホゲームやプロレス観戦なども趣味としており。 人気ユーチューバーとコラボすることなどもある。最高成績混合ダブルス ITTF 公式戦における主要選手とのシングルス対戦成績。太地は最高世界ランク1位の選手2020年3月。現在、ありがとうございます。